はい、どうも皆さん、こんにちは、そっちです。ブンブンです。今回は、うん、道の駅吉野狩っていう場所に来ました、うん、はい、すごいですよ。はい、いつもの電車と違って今日は車で来ました。まあ、こんなとこまで電車はないけんね。ないね、うん、あったらすごいよね、こんないい天気の日に。すごい暑いですね、うん、もう10月10月なのね。そう、もう暑いね。あそこにちょっと見えるかな、あそこの道を通ってきました。でっかい牛乳買っちゃいました。美味しそうなアイスミルクも買っちゃいました。はい、吉野狩公園駅っていうところに来てみました。はい、この前は、はい、ここさ、はい、特急電車で、うん、爆速で通過しとうけん、ああ止まってはないよね。うん、うん、だけん分からんかったっちゃけど、なかなかね、素晴らしい、なんか近代的な駅で。これ通った通り、うん、そうよ、通過しとうはずよ。え、いつの動画？先週かな。先週？うん、どういったタイプの動画？え、だけんほら博多駅から、うん、特急かもめ号に乗った時。ああ、うん、通ったの？そう、通ったんよ。あ、だけん車窓動画ももうそろそろ上がると思うので、そこをね、再生していただければ。結構立派な駅じゃない？そうね、立派立派で、いい駅だ。あの黒い特急電車が通ったんですけど、うん、そうね、新鳥栖駅来てみました。まあ、空港みたいな。ねえ、かっこいいね。うん、新鳥栖駅はここが、まあ、新幹線の多分ねホームみたいになっとっちゃけど、こっちが在来線のホームですね。JR。うん。なんで直角90度に交わるような。すごいね、うん、ここは在来線特急、うん、かもめ号も止まります。この前も止まりました。なるほど、うん、でこの新鳥栖駅が駅でき、まあ、新幹線の駅ができるときに、ここの在来線の駅も一緒に作ったよっていう駅ですね。うん、新鳥栖駅はこれ新幹線は全て止まる駅じゃないね。通過する駅も、うん、通過駅なんや。そう、通過する列車もありますね。はい、はい、こっちが博多駅方面、うん、だから新幹線でいう次は博多駅ですね。なるほど、うん、あっち側、向こう、そう、向こうに見えるあの山をトンネルで貫いていくような形ですね。せっかくなんで入場券を買って中に来てみました。13番乗り場、16時18分発燕327号、熊本行きのご案内をいたします。すごいね、空港みたい、マジで空港みたい。6両目に到着します。あ、足元の乗車すごいよ。6両目線お待ちください。すごい、この列車のすごい綺麗な駅よね。本当。ねえ、なんか日本の駅じゃないみたい。あ、外国っぽいね。ねえ、アメリカっぽい。あっちが11、12番乗り場で、うん、博多、新大阪とか書いてあるけん。こっからね、新大阪行きのね、あ、出るやん、次。次の桜が新大阪行きだ。おー。すごいな。なんか。うん。結構昔に作ったとは思えないくらいの、すっごい綺麗。うん、まあ、九州新幹線ができた時に新しく駅を作ったような。すごいね。かな、すごいですよ、ね、新都市、なんか静かやし、めっちゃ設備が綺麗やし、うん、かなり静かな駅、すごい。博多とかはさ、うん、絶対に一車両にあのどっかにおるけんね。あ、そうね、100でどこかにおるけん、うん、
わさわさしてるしね、あそこはね。そう、あのチャイムとかがうるさいし。チャイムどうなの？チルルルルルとか出て、何番乗りは新幹線入りますとかさ。ずっと乗る。ここはなんかそういうのがなくて、なんか静かな新幹線、本当に新幹線が来るとっていう感じの、ね、うん、駅ですね。いいね。こんかな。通過列車こんかな、ね。乗り換えって書いてあるね。長崎本線、佐世保線。すごい。うん、まさしくこの前のやつ、ね。JR、ね、うん、の電車に乗り換えするね。うん。この新幹線ホームの真下を通るような感じ、こう見えるか。行ったね。行った。13番乗り場。もう20分しか通ってない。ね。なんかこっちの13番乗り場にも16時18分。あっちの12番乗り場も16、そうなので、ちょっとホーム上がわさわさしだしましたね。あ、来ますよ。来るね。来ますよ。来ました来ました。お待たせいたしました。13番乗り場に到着の列車は16時18分。来ました来ました。つばめ327号、あれが九州新幹線つばめ号です。通過列車があればもっとかっこいいね。そうね。新幹線が通過するときに確かに見てみたい。そうね、うん、今度そういったやつも撮ってみますか。そうね、うん、そしたらどこが一番いいとこになる。それやっぱり九州新幹線じゃなくて、そうね、あ、新幹線区間で行ってみるか。真ん中があるところね、うん、真ん中に。そうね、うん、そこも300キロぶっ飛ばすってやろ。300キロ出すところはどっかわからんけど、なかなかいい駅やね。そうね、うん、びっくりした。結構少ないね。1時間に 2,3 本くらい、うん、いやいいですね、うん、ってことで、うん、まあ、なんかいい、おすすめする、うん、素敵ですね。そうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。こっちに行ったら在来線です。